かりました。つまり、2019年の参議院の全国比例区で戦いました。で、社民党の比例区です。で、1位が吉田忠智さんで、2位と3位の方がもう他党に行っていてリストから外れていて、そして大椿優子さんが、まあ、繰り上げ、あの吉田さんが辞職をされて、今度大分の選挙区での補欠選挙に立候補予定なので、社民党の党首の記者会見を始めます。まずはじめに、岸田首相のウクライナ訪問、キーウ訪問について、申し上げます。戦後日本の総理大臣が武力行使の現場に行ったことがあるかという質問をですね、外務省に投げているんですが、そのまだ回答がありません。戦争当事国の戦争現場に行って初め行ったら、その定義がどうかというふうに言われたんですが、報道やさまざまなところで明らかなように、日本の総理大臣がまさに武力行使のされている現場、当事国の現場に行ったことはありません。ですから今回が第一号になるわけです。で、これはウクライナだからいいでしょうということではなくって、今後これが第二第三ということにもなりかねないので、社民党はこの岸田首相のウクライナ訪問に、問題ありというかですね、反対の立場です。事前承認があればいいという問題でもないのではないか、それから事前承認やれば、電撃訪問にもならない、私たちは、インドに行ってウクライナに行くんではないかと、国会の中では期間が長いですから、そういうふうにも話していましたけれど、ただこのウクライナ訪問には問題がありという立場です。なぜこんなことを言うかと言いますと、紛争当事国、戦争が行われているところ、今回はロシアによるウクライナに対する侵略から始まったわけで、ウクライナは侵略をされている国なわけです。ですからもちろんウクライナを応援していますし、一日も早くウクライナに平和が訪れることを心から望んでおります。しかし戦争は、後から真実が分かるというのがウクライナではないです、あるわけです。例えばベトナム戦争は、トンキン湾事件はアメリカの自作自演で、別にアメリカが攻撃を受けたので反撃を始めたというのではないということが、有名なペンタゴンペーパーズ、ペンタゴン文書の、によって明らかになりました。ベトナム戦争の実相っていうのは、まさに文書によって、初めて明らかに、なったわけです。で、もう一つ、イラク戦争も、イラクに大量破壊兵器の可能性があるから、だからアメリカは、イラクを侵攻しました。しかしイラクに大量破壊兵器などなかったことが後から明らかになりました。イギリスはこれをしっかり総括をし、文書で戦争は間違っていたと、大量破壊兵器があるということを理由にイラクの侵攻したことには問題があったという総括を正式にしています。アメリカの中でもパウエル、さんなど様々な形でそのことの言及があります。日本はイラク戦争の総括間違っていたということはやっていないんですね。何が言いたいか、戦争はその時点では実相が明らかにならない、ペンタゴンペーパーズやイラクの件など明らかですが、後から真実が人々の前に明らかになるということも往々にしてあります。そうですから、その実際紛争当事国の武力行使の現場に行って、今回のウクライナならいいかなというふうに思う人も多いと思うんですが、これが一つの
アリの一穴で次第2第3第4というふうにつながりかねないということで、日本が戦後紛争統治国の武力行使の現場に総理大臣が行かなかったということは、私はこれは意味があるというふうに思っております。ですから今回ウクライナですが、ウクライナであれどこの国であれ、実際武力行使の現場に行くことには問題がある、反対の立場です。それから2つ目ですが、報道によるとウクライナに620億円のエネルギー分野の無償支援を表明、それから NATO に殺傷能力のない装備50億円分を出すということが報道されています。社民党は人道支援には賛成です。しかしウクライナであれどこの国であれ、これは NATO ですが、 NATO に出すということはウクライナに行くということもあるわけですから、NATO は紛争当事国とは言えないかもしれない、その定義はいろいろかもしれませんが、日本は紛争当事国には武器を供与しないということになっておりますし、これはその概念に当てはまるかどうかはまた検討しますが、NATO に殺傷能力のない装備、これが一体何なのか今の時点ではちょっと分かりません。しかし武器をとにかく供与することには問題がある、反対の立場です。これはウクライナであれどこの国であれ、まさに紛争当事国のどっちかに武器が行くという可能性があるわけですから、そのことに反対です。武器はやはりある意味戦争を助長するという可能性もありますし、ウクライナだからいいでしょうということだと、この次第2第3今後運用指針の見直しなども議論になるかもしれません。ですから殺傷能力のない装備といっても50億円分供与することは問題があるという立場です。自民党の中には殺傷能力のある武器の解禁を言っている人たちもたくさんいます。統一地裁選挙後、この武器の供与、とりわけ殺傷能力のある武器の供与解禁輸出に関して公明党と話をすると、なんで統一地裁選挙を、配慮してでしょうかと言われております。殺傷能力のあるものであれないものであれ、武器の供与はとりわけ紛争当事国当事国につながるところに出すことには問題があると。人道支援はこれは大いにやるべきです。それからもう一つ和平交渉に関して日本が汗をかく、それはとても大事なことで、これはやるべきだと思っています。しかしやはり、その一方のところにというところに問題があるというふうに思っています。社民党はやはり武器の供与に反対であると。でそのために、ウクライナ訪問をやっぱりしたのであれば、それも問題があるというふうに考えております。言ったことと何を約束するかはこの場合セットですから、やはりもともと社民党は武器の供与を宣言するためにウクライナに総理が行くんじゃないか、そのことに反対という立場でしたので、反対という立場を強く言いたいと思います。これはウクライナだからではなく、ウクライナであれどこの国であれ武器の供与、紛争当事国あるいはそれにつながるところに武器を供与することは反対、それをやっているともう紛争を激化する方向に、緊張を高める方向になると思いますので、平和の構築あるいは、人道支援にこれは徹するべきだというふうに思っております。これは ODA などでもよく問題になるところですが、この原則を揺るがせないということが大事だというふうに思っております。また何を約束したかというようなことなどももっと明らかになるかもしれません。その時はまたその時点で発言をしていきたいと思います。次に社民党の副党首である大椿優子さんが参議院の全国比例区で繰り上げ当選をするということがほぼというかこれ決まりました。で吉田忠智さん、参議院の比例区1位であった吉田忠智さんが今日挨拶にも来られました。で大分補欠選挙に、参議院の補欠選挙に立候補予定ということです。
で2019年に行われた参議院の全国比例区のリストは1位が吉田忠智さんでした。で2位3位の方たちは他党に行かれてリストから外れていて4人立候補していて大椿さんしかいないんです。で大椿優子さんの繰り上げ当選となります。で吉田忠智さんの大分での補欠選挙についてですが、何としてもこれは当選していただきたいと、頑張って国会に戻ってきていただきたいというふうに考えています。社民党の大分県連は今日10時から4役で会議をし、野党の本当に重要な議席なので全力で応援をするということを決めました。ですからまさに、野党の与野党激突ですし、野党の本当に大事な議席、足立さん野党統一候補だったわけで、そのまさに、野党にとっての重要な議席、これは何としても死守しなければならない。で吉田忠智さんがまた国会に必ず当選して戻ってこられるように社民党も全力投球で支援をしていきたいというふうに考えております。大分県連、社民党が社民党のボトムアップの政党ですから、大分県連がそのような決定ということになれば全国連合もそれを承認するという形になるというふうに思います。でそのことに伴い、社民党副党首の大椿優子さんが繰り上げ当選で参議院議員になる予定です。それは本当に、正直嬉しいです。参議院私今一人、衆議院で新垣邦夫さんですから、参議院倍増になるというかですね、2人のとりわけ女性でタッグを組んで、社民党の活動それから発信も含めてさまざまなテーマで頑張っていきたいと思っております。とりわけ大椿優子さん、非正規雇用や雇用の問題とりわけ訴えて、首を切られた非正規労働者として雇用の問題とても訴えていきました。さらに、一緒にバージョンアップパワーアップしてですね、頑張っていきたいと思っております。ただ大椿優子さんは、今回府議会議員選挙に立候補予定でした。そのことについて地元の皆さんが何としても議席を獲得したいととっても頑張ってくださって、今まで活動を応援してくださっていました。またこれについては野党統一候補として、立憲それから共産の皆さんたちとも本当に連携し、野党の統一候補として社民党なんですが、自民党公認なんですが、野党統一候補として何としてもその茨城、大阪茨城を中心に、府議会議員選挙の議席を大椿優子さんで勝ち取ろうと今まで本当に頑張ってきました。茨城をはじめ皆さんたちの本当にご支援にありがたいというふうに思っております。ですから、ここは大椿さんは繰り上げ当選で参議院議員になりますが、地元の皆さんに心から本当に感謝というか、これまでのことを本当にありがたいと思っております。そして野党統一候補として社民党は、これは次に候補者、大阪、府議会大阪社民党府連代表の長崎由美子さんが、立候補予定になるというなります。まだ全国連合でこれを承認しているわけではないんですが、地元では、大阪府連代表の長崎由美子さんが、府議会議員選挙に、大椿さんの代わりというか、長崎さん自身も府連の代表ですからさまざまな活動をしてきて、野党統一候補としてなんとかこれからもちろん地元のさまざまな調整というものがあり、まだ正式にではないかもしれないんですが、社民党としては
大椿優子さんの全国比例区の繰り上げと同時に府議会議員選挙で何としても野党統一候補としての府議会議員の議席を何としても作りたいというふうに考えております。これについては地元の茨城をはじめさまざまな皆さんに、それから他党の皆さん、立憲や共産党や立憲民主党や共産党やさまざまな皆さん、市民の皆さんに本当に一緒に頑張ろうとやってきました。ですからこれはそれを本当に感謝して、何としても府議会議員、大阪の府議会議員にちゃんと野党の議員ができることはとても重要ですから、議席を作るべく社民党は他の政党の皆さん、市民の皆さんと連携して府議会議員選挙にも勝利していくよう全力で頑張ります。で、あとですね、今参議院の予算委員会の最中で2点のテーマで申し上げます。政治的公平が必要である放送法の問題に関して、まさに、捏造だといった、高市早苗さん、大臣ですが、しかしこういうことはあったと、レクはあったとか作成者の皆さんたちがおっしゃっていて、もうこれは捏造だという主張は通らないと思います。ですからご自身がおっしゃった通り、大臣も国会議員も本当に辞めるべきだというふうに思います。またとりわけ信用できないのであれば質問はなさらないでくださいとかですね、そういう国会の審議を完全に無視するような、冒涜するような発言は撤回をされましたけれども、極めて問題、大臣の資質として極めて問題、国会を愚弄するものだというふうに思います。それからこういうことで公務に支障が出ているという旨発言されていらっしゃいますが、国会に来て答弁するのも公務じゃないですか。ですからそういう発言も本当におかしいというふうに思います。それから2つ目は LGBTQ の問題です。社民党は何としても同性婚、それから LGBT 差別禁止法を国会で成立させたいという立場です。これはさまざまな皆さん、アメリカの大使をはじめ、あるいは G7 の他の6カ国の皆さん、 EU やいろんな皆さんたちも発信をしていますが、注目したのは経団連の徳良会長が性的少数者の理解増進、ことに理解増進めぐる取り組みに苦言を呈したと。アメリカでですね、まさにLGBTQ の日本の法制度はどうなっているんですか、世界でいろいろ聞かれてですね、いや国会で審議中ですというのも恥ずかしいというふうにおっしゃっていらっしゃいました。経団連では多様性こそ社会活性化の源であり、 LGBTQ の差別をしてはいけないと徹底しているとおっしゃっています。その意味で、ここまで経団連会長までこう理解増進するかどうかで、それですら自民党の中で議論が進まないことに苦言を呈していらして、このことに関してですね、ここまで経団連も言っているというかですね、 LGBT 差別禁止法を何としても今国会、同性婚法も含めて成立させるように社民党は後の国会全力で頑張っていきます。で、今もうすぐ統一裁選挙が始まります。命と暮らしを守らない政治を地域から変えていくということに社民党は全力を挙げて頑張っていきます。以上です。質問ある方いらっしゃいますでしょうか。NHK の青木です。先ほど大椿さんの繰り上げと同時に長崎由美子さんという言い方をされてたんですけど、繰り上げ、正式な繰り上げを待たずに長崎さんでも公認するっていうこともございますか。大椿さんの正式な繰り上げ決定を待たずに、先に長崎さんの公認を、決定する、公認というか候補者の差し替えを決定するっていうこともありますか。それはですね、大阪府連に任せたいというふうに思っています。現地元のいろんな事情があるでしょうから、その順番やいろんなことは、その現地に任せると。つまり府議選に出るにしても調整が必要でしょうから、それは順番がどうなるかはちょっと全国連合としては地元府連に任せたい
現地の判断に任せたいというふうに考えております。ただ、まあ、順番とか別に全国連合としてはこだわりません。あと先ほどの吉田さんの挨拶今日っておっしゃってましたっけ、はい、辞職届を出すのか出さずに事情辞職かとかその辺のやり取りを伺いました。あ、いえいえ、電話をいただいて、それから事務所にも来られて、まあ、いろんな党に多分挨拶に行ってらっしゃるんでしょうが、何としても国会に戻れるように全力で頑張りますという、そういうご挨拶でした。技術的なやり取りは特にないということですか。あ、そうです。はい。ありがとうございます。はい。共同通信の話です。吉田さんの補選の件でちょっと聞き抜かしてから申し訳ないんですけれども、大分県連としては、吉田さんのほぼ推薦など、なんか、ちょっとした決定、なんていうんですか、支援体制について決定していることがあれば、推薦します。わかりました。それは私も話をしたんですが、それは今後大分県連で決めるということでした。ただ、野党共闘大事だし野党の貴重な議席なので、社民党としては全力にで応援するということを決めたと。ですからその後、どういう形になるのかはこれまた大分県連にお任せしたいというふうに考えております。はい、栗の柴です。ちょっとすみません、ど素人な質問で本当に申し訳ないんですけども、繰り上げの当選のちょっとメカニズムというか、それをもうちょっと説明していただけると嬉しいと思いまして、要するにその、前回大椿さん比例4位で、2位と3位がいなくなったからっていうことですよね。ちょっと そこは分かるんですけど、その得票数の関係だとか、得票数の関係だとか、はい、そういう、はい、どういう形でその繰り上げに。分かりました。つまり、2019年の参議院の全国比例区で戦いました。で社民党の比例区です。で1位が吉田忠智さんで、2位と3位の方がもう他党に行っていてリストから外れていて、そして大椿優子さんが、繰り上げ、吉田さんが辞職をされて、今度大分の選挙区での補欠選挙に立候補予定なので、立候補されるということを決意をされたので、吉田さんが要するに国会議員ではなくなるわけですよ。それで、そうするとそれは社民党の、全国比例区の何て言うんですかの議席という議席なので、社民党の比例区のリストの中で次の大椿優子さんが繰り上げ当選ということです。なるほど、わかりません。はい、すみません。吉田さんが辞職されてまた補選に出られるということをちょっと理解しなかったんですけど、はい、ありがとうございます。その前、読売新聞の中田と申します。はい、先ほど統一の関連で命と暮らしを守らない政治を地域から変えていきたいと、統一選の関係で命と暮らしを守らない政治を地域から変えていきたいとおっしゃってましたけれども、具体的にどんな目標を掲げてですね、何を目標に何をどういうふうに変えていきたいかというのを。分かりました。はい、命と暮らしを守らない政治を、地方から変えていくということで、社民党はもう社民党を背負って公認推薦含め元気に立候補される皆さんたちの全員の当選をとにかく勝ち取ります。中間選挙でも20人のうち18名当選で、2名当選させることができなかったことはとても残念なんですが、社民党にとっては一つ一つ大事な議席なので、まさに、全員当選を目指して、頑張り抜きます。全員当選のために、それぞれ全力を出し、私自身も先頭に立って頑張ります。で命と暮らしを守らないっていうのはやはり軍事予算、防衛予算が突出していて、社会保障や教育予算が本当に少ないわけです。中小企業支援や農業支援は減額という状況です。で今生活が本当にみんな厳しく、消費税 10%
と物価高、インフレ、円安、そして賃金は実質賃金下がっていて、そして年金が下がっているという状況で生活が本当に厳しいです。ですからこれは社会保障や教育って割と実は自治体の政策でもあるので、まさに命と暮らしを守らない政治を地域から変えていくということです。つまり軍需予算だけ突出して原発推進と軍事だけ突出して原発と軍事工場にお金をつぎ込んでいくということに反対で、むしろ医療、介護、教育、水、それから、大地、森、農業、それからケア労働、それから地域交通など人が生きていく上で必要なさまざまなものをしっかり応援していくんだというところで、社民党を頑張っていきたいと思っています。まさに今の政治と対極にある。私は昨日広島に行きました。広島市南区から広島市議選に立候補予定の有田裕子さんの応援だったんですが、まさに県立病院、その 南区にある県立病院の、県立病院のまさに移転、統廃合が問題になっていました。だから地域で本当にその病院の統廃合だとか、もうそういうことがたくさんあるんですね。ですから給食の無償化、有機化を進める、子どもたちの医療費のかからないようにする、教育についてのお金かからないようにする、介護の充実、それから地域医療を守る、だから公立病院、公的病院再編、廃止、統廃合には反対の立場で、まさに命と暮らしを守らない政治に対して、命と暮らしを守れと、軍拡大増税より生活でしょ、そしてやっぱそのためには平和の一議席、福祉の一議席、生活の一議席である社民党を応援してくださいという形で頑張っていきたいと考えております。選挙同志社の中です。統一地方選での女性議員を増やすため の、 ということでちょっと伺いたいんですけど、公認と推薦合わせても今一応3割っていうところをキープし、女性候補の割合が3割っていうのをキープしてると思うんですけれども、女性議員や候補を一定程度確保するために社民党として心がけてることとか工夫、取り組みっていうのがあれば教えてください。はい、そうですね、やっぱり女性議員を増やそうということを非常にいろんな政治スクールや水穂塾でも言ってきたので、やはりこの間も女性たちに出てくださいということを強く働きかけたところです。とりわけその女性のみに限った女性策というのはすいません残念ながらやっておりませんが、そもそも、国会議員の3分の2は女性ですのでになるのでって言ったらですが、女性を増やそうと半々にということでやってきたので、そういう意味ではとりわけ新人の女性たちはとりわけ応援をしなければならないというふうに考えております。はい、では終わります。ありがとうございます。